ザンとドラえもん喫茶店へようこそ。このシリーズ全部可愛いんだけれども、やばくない？この会社でもね、やばいのがあるんだよね。見てこの8番仲良しプリンアラモード、これすげえ欲しくない？もうやばいよね。今回の狙いはこのね、8番の仲良しプリンアラモードなんだけれども、このね漫画も気になる。この漫画、このちっこい漫画、熱々ピザトースト、これもねゲットしたいよね。じゃあ早速開けてレビューしてみようか。いや何入ってるかな、楽しいだね。よし行くぜ。スポーリー、まずはおおっと、あ待って、これじゃね、おお見て、めっちゃ可愛い。何このクオリティ、うわ皿可愛いねこれ。おおドラえもんって書いてある。ちょっと待って、これねやべえわ、めちゃめちゃ可愛い。見てこのクオリティの高さ、紙コード、うわうまそう。これ本当に作れそうだね。黄色いとこなんだろう、卵かな、なんだろうねこの黄色いので、上はミニトマトでしょ、でこれ海苔でしょ、あと目の部分なんだろうねこれ、卵かな、マヨネーズかな、マヨネーズ、マヨネーズに黒い目の部分はなんだ、なんか黒いもん、黒豆、黒豆置けばいいか黒い豆、マヨネーズで目のさあれ作って、その上に黒豆を置いて、ミニトマト、海苔、黄色いとこ何これ、この黄色いとこなんだろうね。あ黄色で思い出したけどさ、見て鈴、ここに鈴ついてんだよね。いやーこのちっちゃい系のおもちゃに弱いからな。このさちっちゃいの可愛いよね。昔のあのグリコのおまけとかでもあったんだよ、これちっちゃいね、なんかこうスプーンとか家具類、あれもすげえ集めてたんだよね。超可愛い、こう小さいさおもちゃ、やばい、癒されるよね。いやこれはね、ちょっと今度実際に作ってみるわ。これこれは食いたいね。つうか作ったら食えねえな、可愛すぎてね可愛すぎて食べれなそうだけど作ってみたい。このさショーケース欲しくない？これ売ってんのかな、すげえ可愛いんだけど、うわこうやって並べたい、これちょっとめちゃめちゃ欲しいなこのショーケース。あでも100均とかに売ってそうだよね、こうちっちゃい系のショーケース。うわこれ並べたいっす。いやドラちゃん可愛い、オレンジクロートアラモード、いやこれゲットしたいんだよね。あとこの漫画がなんだ、この漫画、やっぱ喫茶店には漫画が付き物だから、漫画もあるっていうこれ開くのかな、開いたらすげえよな。いやうまそうだね、ピザトースト大好き。これはタイム風呂敷、タイム風呂敷のさ柄かな、ピザトースト、うわーすげえな。今回ゲットしたのねこのカレーライスなんだけれども、ピザトースト大好きだからこれも欲しい。でねなんかねジャイアンのねリサイタルの宇宙的大スターって宇宙的大スタージャイアンリサイタルのねなポスターがねついてんだよね。おーかわいい。で最後はねお決まりのゲットしたばかりのねこのねドラえもんカレーバイバイでしょ。いやーかわいいな、もうこういうちっちゃいおもちゃに弱いわマジで。うまそうじゃないリアルに超かわいすぎる。この鈴もいいんだよね、鈴も。あー水入れたいっすね、こっち水入ってるけどこっち入ってないんだわ、こっちリアルに水入るよちょっとだけど。いやーすげえかわいい、早く全種コンプしよう。